木曽吉仲小松なぎの松筆苑や新名社、後小松なぎの松は、富山県高岡市戸出町一丁目の、戸出駅東側にあったと言われている、松の木である。現在はこの木は残っていない。松の木は現存していないものの、戸出町一丁目の戸出公園には、その木にまつわる伝説を記した石碑が設けられている。なお、現在、石碑の横には、松が植えられているが、 これは、小松なぎの松そのものではない。言い伝えによれば、樹永2年5月11日、半若屋から栗から峠へ進軍途中の木曽吉仲がこの松の下で休み、馬を繋いだのでこの名がついたとされる。目回り9尺余り、地上より6尺上がったところで総幹となった大きな松であったが、明治27年9月11日、西南の暴風で、その一幹が吹き寄られた。 また残る一三木も開発のために明治42年8月に伐採されてしまった。小松なぎの松は、ト出デ野上社の末社であった、聖縁屋新名社の社地に存在した。聖縁屋というのは、旧、ト出村内のあざなである。明治42年8月26日、聖縁屋新名社は本社であるト出デ野上社へ合出されたが、祠は今も平安時代に、 北陸道の初道であった、戸出中田往来沿いの青煙屋の地に残されている。小松なぎの松はこの祠らの近くに、その藩もしていたとされる。小松なぎの松の伝説を残す石碑を混流することが、地元で検討された時、戸出公園内に枝ぶりが良い、大きな松の木が都合よく存在したため、その傍らに石碑を混流することになった。石碑の傍らの松が、 小松なぎの松ではないのはこのためである。ありがとうございます。